はい、まだこの時間もポツポツと雨が降っています郡山市福山町です。岩瀬書店福山店プラスゲオからの生中継をお届けしてまいりましょう。こちら書店は市内最大級ということで、なんと22万冊もの書店がこうして並んでいるわけなんです。人生100年時代といいますから、1ヶ月に2冊本を読んだとしても2400冊、いやー到底その数には及びませんね。皆さんのお気に入りの一冊が見つかるだけではなくですね、最近の書店は進化しているんですよ。美味しい全国の一品が食べられたり、可愛い雑貨が揃っていたり、私の気になるあのさっきの33番のレジェンドも気になるんですけれども、私が気になったものを今日はお届けしてまいりましょう。さあこちらに日本全国の雑貨が並んでいるわけなんです。ここからご案内いただきますのは岩瀬書店店長の吉田さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ吉田さん、まずご紹介するのが、これは知ってますよ、ミレービスケット、はい、そうですね、はい、こちらはですね、もう高知県のソウルフード、うん、もう昭和30年にですね、生まれてから長らく愛されている、カリカリ食感とですね、ちょっと甘じょっぱさが特徴のビスケットです。いいですよね。まあ、おじいちゃんおばあちゃん世代からあるお菓子なんですが、それがちょっと変わった4連のものがあるんです。こちらコーヒー味やキャラメル味まで出ているんですが、はい、このですね小野さん、はい、朝が弱いでしょ、朝のミレービスケットっていうのがありまして、うん、コーンポタージュ味スタジオにお届けしました。これ美味しいんです。これいただきます。ありがとうございます。どうぞどうぞ。あ、うん、おー不思議、わなんか食感はサクッとしてるのに、食べるともうスープごくって飲んでるかのようなコーンポタージュの味がします。面白い、口目からふわってコーンポタージュの味と香りが広がって、うん、食べてるのに飲んでるみたい、うん、この甘みと塩味が癖になりますね。うわこれ止まらないわ。いやそうなんですよね、うん、あの本当にパクパク、もう4連がすぐになくなっちゃいそうな感じなんですけれども、さてご紹介しますのは日本百貨店という企画ブースなんですよね。はい、そうなります。こちらはどういうコンセプトなんでしょう。そうですね、日本の百貨を面白くをコンセプトに、うん、日本全国のいろいろを集めております。はい、一押しが目白押しになっているということなんです。そして続いてご紹介するのはこちら、テレビで話題になったやつじゃないですか。そうですね、うん、愛知県の、タマフになります。はい、こちらはですね大正時代から間もなく100年の歴史を数えます不夜当のタマフなんですが、これどうやって食べるんですか。そうですね、うん、お吸い物に乗せるのはもちろんなんですけども、うん、たくさんの汁物とかスープに乗せていただくだけで、はい、スープの味を吸ってですね、ふわふわもちもち食感の美味しいタマフになります。はい、こちら吉田店長の一押しでした、はい、そんなねテレビで話題になったものも県内で手に取ることができる、そんな一押しが目白押しなわけなんですが、私が気になったもの2品をスタジオにお届けしました。まずは石井さんから、はい、広島県から届きましたレモカン広島かきオリーブオイル漬け、そして小野さんにはちょっとお腹にもたまるきりたんぽスープ、どうぞこちら秋田のものです。わあ、美味しそう、いただきます。うわ、うん、入ってます、いい香り。あ、うわあ、しみる、美味しい。牡蠣の風味がすごく豊かで、レモンが効いているのでとても爽やか。これビールぴったりですね。そうなんですよ、あの缶詰って侮れませんよね。そうなんです、あのパスタ茹でただけのものに和えるだけでももうそれで一品、このオリーブオイルまで余すことなく使えるわけなんですよ。きりたんぽいただきます。さあそして小野さんどうですか。うわ、きりたんぽもっちもちでちゃんとつぶつぶ感もありますよ。これすごくなんか作りたてみたいな感じなんですけど簡単に食べられるんですね。
そうなんです、肉厚でもちもちのきりたんぽがゴロゴロ入っておりまして、小野さんが食べたものはトマトベースでちょっとイタリアンな感じじゃないですか。ちょっと酸味も効いてていいですよね、さっぱりといただけるし、うん、はい、お昼ご飯にもぴったりかもしれない、お腹にたまるからね。いいですね。はい、まあ、そんなですね、きりたんぽスープはその他カレースパイシーカレー味もありますから、お気に入りの味をピックアップしてください。簡単に作れるのがいいですね。さあ、そんなですね、そうなんです、職場とかね、学校とかに持ってってお湯を注ぐだけ、レンジでチンをするだけ、サバ缶だったらそれだけ開けて食べるだけですからね、本当簡単なのがいいんですよね。またその他、吉田さん、雑貨もあるんですね。はい、うん、そうですね、こちらはやはり日本全国 の、 伝統工芸品ですね、うんうん、そういったものを集めたブースになります。はい、そして小野さん、石井さん、はい、こちら何だと思いますか。畳、ひょうたん、そう、畳は畳、正解です。いい香りがする。吉田さん、はい、イグサのブックカバーになります。そうなんです、本当に、これ文庫サイズの。はい、そうですね、はい、そうなんですよ、ですね、これでちょっとね、そうなんです、しなるぐらいのですね、本物のイグサ使ってるんですね。そうなんです、群馬県からのものなんですけれども、すごくだから香りも癒されそうだ、いいんですよね。リラックス効果がありそう。だからちょっと、そうなんです、本を読んでいる時間ってね、自分だけの時間ですけど、はい、イグサのカバーでよりリラックスして本を楽しめそうですよ ね、 すね、はい、さあ、ここまでは日本の百貨を面白くをテーマにお送りしました、日本百貨店のコーナーでした。そして続いては可愛らしい雑貨が揃っている、こちらは期間限定のコーナーですね。はい、そうですね、こちら6月2日まで、うん、開催をしておりますが、はい、吉祥寺で大人気のお店、空想街雑貨店のポップアップショップになります。またレトロに表現されていますけれども、大人が持っていてもなんかちょっと心ときめくようなデザインばかりですよね。そうですね、こちらの雑貨なんですけれども、一番人気が何でしょう。はい、パスケースになります。はい、それがこちらなんです。またいろんな柄がありまして、ちゃんとパスケース、学生証とか社員証、また定期が入りそうですよね。さあ、そんなパスケースもありますし、もっともっと文具で普段使いできるものは。そうですね、やはりお手頃価格のクリアファイルが人気ですね。いいですね、クリアファイル、ちゃんと後ろまでデザインされていて、これもですね、いろんな種類があるんですよ。さあ、そしてまたそんな可愛らしい、お子さんにも喜ばれそうなシールもいろんな絵柄で販売されています。そして最近は塗り絵が大人ブームですよね。そうですね、こちらはですね、大人の塗り絵で、旅する塗り絵とタイトルになってるんですが、実はポストカードなんですよね。で、それでとっておきのものを、そうですね、はい、作れる、はい、自分だけの作品を、作ることができます。はい、最近塗り絵はですね、自分だけのものっていうのが一つテーマになっているようなんです。さあ、そしてその他、このパーツになっているものは何でしょうか。はい、こちらはですね、福岡県にあります、アクセサリーのパーツのお店、デュア様のポップアップショップになります。はい、7月7日までで、それパーツだけではなく、このようにキットになっていて、こうしてリボンのヘア止めを作ることができたりするんですよ。かわいいですよね。こちらも期間限定ということでね、皆さん立ち寄ってみてはいかがでしょうか。さあ、書店は本当進化しているんですね。いろんな観点で、本だけでなく日常を切り取って楽しむことができる、そんな岩瀬書店福山店プラスゲオの場所の確認です。国道288号のすぐ近くです。目印に名犬小学校と中学校があります。今日は美味しいものまで本当にありがとうございました。皆さん、本を選びに、そして日用雑貨を選びに来てみてはいかがでしょうか。以上、中継でした。